公害と聞いて皆さんはどんなことを思い浮かべますか？公害は環境基本法により、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭によって人の健康または生活環境にかかる被害が生ずることと定義されており、この7種類は典型7公害と呼ばれています。水俣病や四日市喘息などご存知の方も多いと思います。公害が大阪でも発生していたことをご存知でしょうか？大阪で発生した公害はどのようなものだったのでしょうか？大阪の公害の歴史は古く、1877年には煙突から出る煤煙の被害や騒音、振動、汚水に対する苦情が発生していました。当時は先進国に追いつこうと経済発展を重視し、国煙を発展のシンボルと考える思想が行き渡り、大阪は水の都であるとともに煙の都としても発展しました。高度経済成長に伴い、1950年代から1970年代には重化学工業の発達、自動車交通量の増加による大気汚染や工場排水による水質汚濁などの産業型公害がクローズアップされ始めました。1970年代から1980年代には都市化の進展に伴い、自動車による騒音振動、自動車や工場の排出ガスによる高化学スモッグ、生活排水による都市河川の汚濁、家庭から出るゴミ処理問題などの都市生活型公害がクローズアップされ始めました。中でも大和川の水質汚濁、大阪湾の赤潮問題、大阪国際空港の騒音問題、西淀川公害は地域一帯に大きな影響を及ぼした深刻な問題でした。これら4つの事例について紹介します。それでは事例ごとに見ていきましょう。大和川流域は高度経済成長とともに住宅地としての開発が進み、人口が増加しました。都市化による住民の生活排水や産業化による工場からの排水が増えたことで、川の水質が悪化しました。大和川の水質は1972年以降ワースト3にランクインし続け、1977年には全国で一番水質が悪い河川という不名誉な記録を残しました。水質が悪化したことで多くの魚が死ぬなど、生態系へ悪い影響を及ぼしました。大阪湾は大量の生活排水や工場排水が流入することに加え、外界との海水の循環が起こりにくいことから、水質汚濁が進みやすい海域です。1950年代には水質汚濁が進み、赤潮が頻繁に発生していました。赤潮とは植物性プランクトンなどが大量に発生し、海の色が赤く見える現象です。その原因は住民の生活排水や企業の工場排水などが海に流入することによって、海水の栄養分が多くなることと考えられています。私たちの陸での活動が海の中の生き物などの生態系にも大きな影響を与えているのです。大阪国際空港は1939年に開港し、国際線の拠点として関西圏全体の発展に貢献しました。しかし空港周辺は市街化が進んだ地域であり、1964年にジェット機が就航して以来、周辺地域における深刻な騒音問題が発生しました。飛行機は夜間も運航され、住民は昼夜問わず騒音に苦しめられました。
西淀川区は農業や漁業を営む町として栄えていました。しかし阪神工業地帯に工場が数多く建設されたこと、大阪と神戸をつなぐ道路が開通したことにより工場や自動車の排出ガスが混じり合い、複合大気汚染が発生しました。周辺住民は喘息などの症状に苦しめられました。大阪でも深刻な問題が発生していたんですね。ではこれらの問題について当時の人々は解決に向けてどのように取り組んだのでしょうか。大阪の環境問題への取り組み。水質を改善するため、工場・事業場に対する排水規制の徹底、下水道整備や合併処理浄化槽の普及などの対策が推進されました。またボランティアによる清掃活動も行われました。その結果、大和川は2010年、2011年には国が管理する一級河川の中で過去10年間で水質が大幅に改善されている河川として全国第1位になるなど、水質の改善が進んでいます。大阪湾においては下水道の高度処理化などを推進し、海に流れる水をきれいにする取り組みを進めました。また海ごみを減らすために海洋環境整備船を活用したごみ回収が行われています。さらに生き物が生息しやすいよう藻場・干潟の整備を行うなど、さまざまな取り組みが行われています。これらの取り組みを行うことにより水がきれいで生き物が住みやすく暮らしに潤いを与えてくれる豊かな大阪湾の実現を目指しています。住民は午後9時から午前7時まで夜間飛行の差し止めと損害賠償を求める訴えを国に起こしました。その結果、1981年には夜間飛行に対する差し止め請求は却下されましたが、同空港の欠陥性と国の責任を認めて住民に対し損害賠償が認められました。そして1984年国と住民の間で和解が成立しました。その後、大阪国際空港は運用時間を午前7時から午後9時とし、低騒音型航空機の導入などの対策が取られ、騒音レベルは下がりましたが、環境基準の達成には至っていません。騒音問題に取り組む中、航空需要の増加に対応するため1994年関西国際空港が開港しました。関西国際空港の建設にあたっては、周辺の環境に与える影響を事前に調査、予測、評価し、周辺海域などに影響が及ばないよう環境アセスメントを実施しました。関西国際空港は大阪国際空港の反省を生かし、環境に配慮した空港として利用されています。1969年、国は公害にかかる健康被害の救済に関する特別措置法を制定しました。これにより、西淀川区は大気汚染による疾病多発地区として地域指定され、大阪市は西淀川区公害特別機動隊を配置し、工場の実態把握と改善指導を行いました。企業も対策に乗り出しました。1973年、西淀川区の企業101社は患者救済のために寄付を行いました。これを財源として大阪市公害被害者の救済に関する規則により、西淀川区の公害病認定患者に療養手当などが支給されました。しかし環境の状況は改善傾向にあるものの、自動車からの汚染物質の削減が進まず、環境基準の未達成が続いたことから、公害病認定患者は西淀川の汚染物質を
環境基準以下にすること、公害病認定患者への損害賠償を支払うことなどを求める訴えを1978年国・企業などに起こしました。裁判は21年にわたりましたが、公害病認定患者は損害賠償を受けること、公害防止対策や沿道環境を改善することなど、地域再生に解決金の一部を使うことを条件に国・企業などと和解しました。西淀川公害訴訟は公害地域再生という新しいステージを切り開いた住民訴訟として代表的な事例となりました。現在の環境を取り巻く状況は、気候変動対策、循環型社会の形成、生物多様性の確保など取り組まなければならない問題が多岐にわたります。国連では環境問題などさまざまな課題を解決し、持続可能な社会を実現するための目標を掲げました。それが持続可能な開発目標 SDGs です。 SDGs は誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すもので、2030年までの17の国際目標です。現在気候変動は深刻な問題です。産業革命以来世界の平均気温は上昇しています。さらに大阪における年平均気温は日本平均より高い上昇率で推移しています。気候変動による身近な問題として、気温の上昇による健康、農作物への影響、豪雨災害などが起こっています。気候変動の主な原因は化石燃料の燃焼などによる CO2 排出量の増加であり、大気中の CO2 濃度は産業革命前に比べて 40% も増加しています。気候変動を解決するため、先進国が2008年から2012年までの5年間で温室効果ガスの排出削減を目指した京都議定書に代わる2020年以降の新たな国際枠組みとしてパリ協定が採択されました。この国際条約は採択当時、すべての締約国が気候変動の原因となる温室効果ガスの削減に取り組むことを約束したものです。パリ協定では産業革命前からの平均気温の上昇を2度未満、できれば 1.5 度に抑えるよう努力することや、将来の発生が予想される気候変動による被害を回避したり和らげるという適応策について長期目標が設定されており、世界中が気候変動問題に取り組んでいます。対策として太陽光、風力、水力など再生可能エネルギーの普及などが進められています。しかし化石燃料の燃焼による世界の CO2 排出量は年間およそ323億トンで、日本は5番目に多い国となっており、エネルギー使用量を削減するなど一人一人の取り組みが必要です。また生活が豊かになり、ゴミの量が増えていることも深刻な問題です。そのため 3R の推進や大阪湾フェニックスセンターの整備など対策を行っていますが、一層の取り組みが必要です。特にプラスチックゴミによる海洋プラスチック問題は深刻です。プラスチックは高い利便性などにより私たちの暮らしの中で欠かすことができないものとなっています。通常飲み終わったペットボトルなどはゴミ箱に捨てられ、回収し適正に処理されています。一方で道路など街中や山でポイ捨てされたゴミが雨や風で流されて川から海へと運ばれ、海洋環境や生物に深刻な影響を与えています。海洋プラスチックゴミの量は世界全体で年間数百万トンを超えると推計され、このままでは2050年までに
魚の重量を上回るプラスチックが海洋環境に流出すると予想されています。このような問題を解決するため、2019年に開催された G20 大阪サミットでは、海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロにすることを目指す大阪ブルーオーシャンビジョンが共有されました。対策として、使い捨てプラスチック製品をできる限り使わないよう、繰り返し使用できるマイボトルなどの普及が進められています。しかし日本は一人当たりの使い捨てプラスチックごみの量が世界で2番目に多いと指摘されるなど、一層の取り組みが必要です。環境問題を解決するため、水素と酸素から電気を作る燃料電池や微生物の働きなどにより分解されるペットボトルの活用など、さまざまな技術革新が進められていますが、技術革新だけでは環境問題が解決されるわけではありません。私たち一人一人が意識・行動を変えることが必要です。使い捨てを控えたり、環境に配慮された製品を選択するなど、できることはたくさんあります。世界の環境問題解決に向けた長期目標を達成するため、一人一人が行動しなければいけません。2050年、皆さんは何歳になっていますか？それまでにできることは何でしょうか？私たちの手で環境を少しずつ良くしていきましょう。これは人ごとにしてはいけない、私たちの問題なのです。